ようございます。本日は、足元の悪い中、朝の6時ですけどね、こんな時間からですね、大和神社、奈良県の天理市にございます大和神社、お集まりいただきありがとうございます。本日はですね、こちらの方でですね、私ね、山寮がですね、このね、韓国の橋、大和さんとですね、レベル99になったということでですね、この奈良県天理市にございます大和神社でですね、結婚式かっこ仮をね、挙げさせていただくという運びになりました。朝早すぎてですね、中が開いてなかったんでね、また中は改めて紹介させていただきたいと思いますが、朝の4時からね、勇んでね、来たはいいもののですね、こんなような状態でございますのでですね、早速ですね、ちょっと片隅ではございますが、一応ね、ここにね、駐車場がございますので、こちらの方でですね、早々とですね、結婚式の方をですね、取り行わせていただきたいと思います。ということでね、音入るかな、近隣結構自宅もございますので、あまり大きな音が出せません。こんな感じで、ということで、無事終了しましたということでですね、ここね、周り普通に民家がありますんでね、こそこそとやってますけどね、なんかまずいことがあると、おや、どうされましたか、何、タイトル大和神社で大和さんと結婚したなのに、あ、しまった、よく見てみたらこれ大和会ですね、私ね、大和と結婚するって言っちゃいましたよね、はい、やってしまった。これはまずですね、表敬法違反になってしまいますね。大和会やないかね、間違っとるやないかということになってしまうので、このままではいけません。ということでですね、このままではいけませんからね、やはりちゃんとタイトル通りにしないといけませんからね、正確な報道、これ大事ですかね、サブチャンネルでね、政治に悪関連とか扱ってますからね、これはいけません、これはいけません。あ、ちょうどいいところに。間違えましたね。間違えてましたね。ちゃんと大和さんと結婚しないといけませんね。はい。
とうございます。連合艦隊の機関を務めるよりも敵戦艦と撃ち合うよりも今こうしている時が私は一番好き。リムとはずっと提督なあなたのそばで頑張ります。よかった。完全に今周りのね、地元の方と思われる方から、ね、怪しい目で見られておりましたけど、まあ何はともあれ無事にね、ちゃんとタイトル通りになりましたね。よかったということでね、あ、ということで、大和神社で、大和さんと結婚かっこ仮、ね、結婚式かっこ仮をやってみたということでね、結婚式の方をね、早々にね、締めさせていただきたいと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。紹介はね、また改めてちょっと時間を置いてきますわ。まだ何もやってないみたいなんで、はい。はい、おはようございます。山寮と申します。ということでね、ここに今どこにおるかというとですね、奈良県が天理市にございます、大和神社というところに来てます。大和ね、戦艦大和で有名な大和っていう字、大きい庭と書いて、実はこれでですね、神社の名前はですね、これ大和神社と呼びます。これはね、何を隠そうですね、戦艦大和ですね、大和にゆかりのある神社ということでですね、有名なところでもございます。ただね、ちょっとね、着いたのが早すぎてね、まあ、先に動画が上がってると思いますけどね、ちょっとね、観光でね、大和さんと結婚式、かっこ仮ということでね、やっておりました。ただね、ちょっとあまりに早く着きすぎましてね、2、3でね、朝の4時にね、起きてね、準備してね、やっちゃったんですよね。そしたらね、なんとね、今6時、ね、いくらなんでも早すぎたと。ちょっと、時間が早すぎたんで、ちょっと、改めてね、また、ちょっと来たいと思います。ってことでね、とりあえずね、この辺りとね、あとね、もう一つね、ちょっと、ね、奈良の方でちょっとね、野暮用ができてますもんでね、そちらの方とかね、用事を済ませながら、というかね、まあ、そっちの方もと、一連の流れで一応取っていくのかな、取っていこうと思いますので、やっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ちなみにね、もう一つの用事ってのは、ね、何かというと、東大寺にちょっと用事があるんですよ。何かって言ったらね、ちょっとね、リスナーさんからですね、なんか問い合わせがありましてですね、あれ、奈良の東大寺ってどうやって作ったんやったっけみたいなね、問い合わせがあったんでね。どうやったっけなってね。いや、これ使った、銅のなんかあれとか、そういうのとか、ちょっと細かくね、確認、ちょっとしないといけないな。これ、ちょっと実物見やんとわからんやろうということになりましてですね。ちょっと確認してきてくれと。してくるかということになりましたもので、視聴者様からね、私はね、うちのチャンネルも視聴者様一人が言ったらね、動いちゃいますからね、何せね、登録する人が少ないですからね、ということでね、まあ、できやんことはできませんけどね、最低限チャンネルでしかたまして、どういうことでできることをやろうということでね、東大寺とかを見て、ちょっとね、やっていきたいと思っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。初めてじゃないんですよ。前に来たことがありましてね、中は知ってるんですけどね、普通に参拝するだけだったら多分別に、行けると思うんですよ。ただね、ぜひここに来たらね、ちょっとね、いろいろなね、戦艦大和に関するね、実は結構資料とかね、揃ってたり、で、境内でね、クレでしか売ってないようなね、限定グッズとかね、実はここの神社で売ってるんですよ。ですのでね、大和関連です。大和サイダーはさすがに売ってないと思いますけどね。結構手ぬぐい、戦艦大和の手ぬぐいとかね、呉で、呉の大和ミュージアムとかでね、売ってるような土産物の一部がね、置いてありますんでね。それも紹介できたらと思ってますんで、ちょっと、もうちょっと昼の時間にね、改めて来たいと思います。ということで、まずはね、ここに来たらね、まずはちょっと飲み物をね、買っていきたいなと思いますよ。大和さんにね、一番近い、ところはですね、ちなみにね、天理西岸寺町というですね、ちなみに天理市で、もうご存知の方ばっかしだと思いますけど、いわゆる天理教の本部があるので有名なところですよね。実際にね、四日市から来るじゃないですか。そうすると、天理東インターで降りて、こう、ずーっと来るんですけどね。名阪国道の。
そうするとちょうど州本部の前通るんですよね。そうするともうすごいですよね。やっぱしね、あそこはね、何回見てもな、立派な建物ですから。建物とかもう敷地がね、もう本当に、ね、すごい大きい建物がバン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 建ってますからね。うん。これはね、ぜひね、一度ね、天気予報の方でなくてもね、結構見る価値あると思いますよ。こういう思います。まあ、中に入ったりするのはね、天気予報の関係の方でないと入れないのかな、っていうことなんで、まあ、私のね、この時間なんですか。あ、ただね、この時間でもやっぱしね、もうね、本部の方というか、信者さんの方ですね、いわゆる、天気予報の発表じゃないんですよね。多分、専用の読み方があると思うんですけど、来た方がですね、結構歩いて掃除とかされてたりとかですね、してました。朝の早く方ですね、ご苦労様ですということですね。まあ結構ね、ですんでね、町自体は結構本当にね、綺麗な町なんですよ。さあ、じゃあちょっとね、買い物していきましょう。ちなみにですけどね、奈良県って面白くてね、これ私のカメラがかすんでるんじゃないですからね、エネオスとかね、セブンは普通やな。ここはセブン普通なんですけどね。ファミマとかも色が変わっとったりとかね。ローソンも色が違ったりとかね。結構あるんですよ。はい。よいしょ。こんな感じ。この先ね、今行ったところがもう、大和神社ね。大和神社。で、そこにも書いてありますよね。ね、標識も。ね、これで、大和じゃなくて、大和って何でもいい。これで、大和。読むはずです。あれ、お大和神社だったっけ、違うよな。よし、いやー、さすが天理ですね。ここのね、お店面白いのが、なぜかね、点字ブロックがね、通路にあってですね、一応点字、なんか視覚障害者の方対応みたいな感じになってるんですよね。面白いのが、その点字ブロックがね、結構敷地になってるんですね。ここら辺にも来てるんですよね。で、このまま中もね、展示ブロックやってるんですな。なんか、あるんでしょうかね。なんかそういう対応する必要性があったということなんでしょうけど。奈良観光駐車、観光駐車場なんてあるんや。あ、これ便利そう。何これ。ちょっと、控えるのに取っとこう。観光駐車場にとって、そのままバスとかで、奈良市内を移動できるんや。どこら辺？新大宮駅、新大宮駅どこ？近鉄奈良線新大宮って駅あって、こっちにもあるな。 JR の奈良駅の周りにもあるんや。奈良市役所の駐車場とかこの辺りが使えるみたいですね。そう、赤いのが無料ってなっとるで、こっちはね、新大宮の近くね。どうなんやろ。でも朝の早い時間からやったら、行けるんちゃうかな。何せ、まだ朝の6時10分15分もう6時半だ、になってますけどね。まあ6時半だったらね、まだ、でしょう。さっきも言いましたけど、朝の4時から起きてますんでね。今ね、おにぎり買ってもいいかなと思ったけど、ちょっと。おにぎりも、ね。なんか、ね、こういうことを言っちゃあれですけど、コンビニのおにぎりだんだんちっちゃくなってますよね。ちっちゃくなりましたよね。特にこの増税の後。ね。っていうことでね。食べ物屋を探そう。本当ならこっち来たらね、最下ラーメンの本店近くなんでね、行ってみたいようなところではありますけどね。あとはまあね、その最下ラーメンもそうですけど、天理といえばね、スタミナラーメンね、天スタって言ってね。この動画でも紹介したことありますね。奈良市でね、近鉄の奈良駅の近くでね、食べましたけどね。ちなみにやっぱしね、店員さんもね、やっぱ一気に関西弁寄りになりますよね。奈良に入ると。奈良とか、まあ、伊賀を超えたらですけどね、私たちみたいな人間やとね、ああ、関西弁やなーって思うところで、ございましてですね。ただ、朝早いからな。あんま飲食店やってないですもんね、この時間。朝からやっとるお塩とかないかな。
西の方に来るとね、結構ね、営業時間の長い王将、10時からやっとるところは、まあ、ちょっと中、あ、でも深夜の4時までやっとるようなところとかは、やっぱこっちの方に来るとあるんですね。よし。じゃあ、行きますか。さて、当然、ね、奈良のね、中心部に近いところまでやってきました。中心部ではないところまで来ましたね。どうしようかなと思ったけど、ね、ちょうどね、ご用事をされたところもなんか大変そうやけど、ここはね、なんか24時間ね、土日でも500円ってところがあったんでね、あ、もういいや、ここにしとこうってことでね、ちょっと今、先にね、ちょっと中心道具の方でくるっと見てみたんですけど、ここから先行くとね、ちょっと一気に値段が上がって、ただね、面白い。駅に近づけば近づくほど高いっていうわけでもなく、なんかね、ポツンポツンと安いところもあったりして、結構ね、相場バラバラ。ここ500円ですよ。で、中心部行ったらなんか、まあ、で、土日は、頭打ちなしとか、1200円とか、それぐらいのところもありましたけど、まあでも700、800円ぐらいやったら、まあまああるっていう感じでしたんで、あ、だったらいいじゃないかとね、思います。向こうか。なんでね、またこっちの方止めたかって言ったら、もともと一番の用事は東大寺なんでね、今回は。で、東大寺にだいぶ近いところなんで、こっち側がね。そう。ね、ふらーってね、スケ教区、飯食おうかなと思ってね、走っとった時に、結局ね、木津川まで行ってしまったんですよね、間違えて。で、まあそっからまた戻ってきたら、まあでもちょうどね、木津川の、バローがあるあたり、なんか梅ヶ丘でしたっけね、とかってところに迷い込んでしまったんですけど、まあそっからね、ちょうど降りたら、ちょうどね、この東大寺の前のこの道にね、ちょうどたどり着いたんで、あ、ちょうどよかった、ちょうどよかったということでね、多分こっちのが駐車場止めやすそうでしたけどね、さっきのところはね、ちょっとね、ふわっとね、頭から入ったらね、もう折り返すのがなかなか大変な感じでしたから、ここは止めやすそうですね。横幅すごく広い。うん、ね、ここも700円。この子も広そうですよね。ほんと。飲みやすそうで。何より。で、ちょろちょろっと歩いてくると、これでも今工事。まあ、奈良とかね、詳しい人だったらね、地名でね、もうだいぶ東大寺近いなっていうのがわかるかなと思います。私そこまで詳しくないですからね。よいしょ。この辺りは月決めてなってますね。ね、バスも結構な本数走ってますよね。よいしょ。便利ですね。あ、言っとったらバスが走ってます。また別の事情がありまして、今日はね、そこまでね、長いこと見とれないんですよね。またちょっとね、ある程度の時間でないですけど、当たり前のように鹿がいますね。ほら、鹿だ。あら、鹿だ。親子。あら。小鹿は奥に行っちゃいましたけどね。まあ、まだこれからいくらでも鹿は見れますからね。おはようございます。まあここは奈良ですからね、いくらでもこの後鹿は出てきます。何せ今東大寺の方に向かっとるってことは、これ奈良公園の方に向かっとるってことですからね、すごいですね。万華鏡喫茶なんてあるんですね。なんか経過かかってますけど、大仏殿近道ってなってますよね。近道なんだったら近道しましょうよ。あらあら、じゃあ非常に便利なところに止めましたね。ちなみに多分いつもとだいぶ価格が違うと思います。いつもだとね、多分こういう価格になってると思うんですよ。こんな感じね、大体これがいわゆる普通にいつもこういうね、私の顔の高さのところで、まあ合わせてこう見とるわけなんですけど、最近ね、分かったというかね、エカチャンネルのね、やつとか見とってね、ふと分かったのが、向こうのスタッフさん、まあ、向こうのスタッフさんってもうプロじゃないですか。ね、なんかね、テレビの仕事されてる。
こういう感じの、この辺りでね、カメラ持ってるんですよね。多分ね、これね、長時間で歩いとるとね、確かにね、腕しんどかったんですよ。これはね、楽ですね。石器なんだ。あらですね。あ、剪定もしてますよ。奈良ですからね。これ何？これ何でしょう。16,600円。へえ、これのあるですね。特別公開やってるんですね。へえ、ちょっと見てきます。大仏で、あ、今こっちだ。あ、こっからスーッと抜けていくと行けるみたいですね。へえ、階段があって、これこの道スーッと行って、こっち、あ、ここで、あ、はい。ってことでね、これ、これね、今ここにおって、こっからね、ストーンと行ったらね、どうも、大仏殿に行けるみたいですね。ちょうどお手洗いがもう借りたいし、もうこの道スッと行ったら行けるみたい。あら、便利。めっちゃいいとこだみたいじゃないですか。で、8時半やから、もういつうちに公開になるんやな。まあ、せっかくだからいろいろ見てきましょう。まあ、昨日あの鈴鹿でね、あの鹿見てますけど、鈴鹿とか鈴鹿さんの山でね、奥にもずらーっと、朝ですからね、穏やかなもんです。結構芝食ってますね。結構ブリブリ音鳴らしてくるんですね。ちなみに、あ、ちょうど近くで撮れてるから、ちょうどね、昨日、たまたま鹿を見かけてね、画像撮ってあると思うんですよ。こんな感じでね、温泉行ってきたらね、山の中の温泉だったんですけどね、鹿が現れてね、鹿を撮ってたんですけど、ね、まあ大きな違いとしては、やっぱ角が違いますよね。あの、このいつは、こいつも多分、切ってもらっとんのかな。ね、生えてる子もいますけど、あのね、野生のやつ、バリッバリ生えてるじゃないですか。こんな感じでね、バリッバリで生えてるでしょ。ね、やっぱりあのちゃんとね、角カットしてね、まあね、危ないですしね、人間にも危ないですけど、やっぱ鹿さんにもあんま良くないらしいんですよね。あんま伸ばしすぎるとね、うん、なんか怪我をしちゃったりとかっていうことになるみたいなこと聞きましたけどね。はあ、取り取ったら東大寺が出てきました。で、指図堂、どこまでいいかな、階段道。多分、境内の中はね、写真撮影がダメだと思いますんで、まずはお手洗いを借りたいな。よいしょ。まず、いや、いいじゃないですか。ね。よかった。雨がね、追ってこないんでよかった。何せ連日の大雨でね、今日も予報があんま良くないんですよね。ちっちゃいのがおる。あら、ちっちゃいのがおる。ちっちゃいな。小鹿ですね。こいつもちっちゃいな。ね、ちっちゃいです。ズームでやってみましたけど。逃げないですよね、やっぱ。あ、逃げた。親子だな。ね、親子鹿ですね。多分。赤の他人かもしれませんけどね。親子っぽいですよね。よいしょ。ね、今人間だったらソーシャルディスタンス言われますけど、まあ鹿ですからね。さあ。
みんな親子で食べてますね。でも本当だ、この持ち方にすると散歩ロケとか本当いいな。あ、トイレあった、トイレあった、トイレ鍵を、よいしょ。ちなみにね、のんきに、あ、親子ですねなんて言ってましたけど、あ、そうなんですよね、気をつけないといけないんですよね、子育て中っていうのはね、親父か特にね、お母さん実家がね、警戒しますんでね、結構ね、ね、子供にわーって寄ってくとね、不意にね、ふわーっと寄ってくとね、ね、危害を加えると思ってね、攻撃できたりとかね、いうことがありますんでね、気をつけましょうということでですね、そうそうそう。まあ、これはね、まあ、これ、動物全般に言えますけどね、基本的にはやっぱし、子鹿とかね、それこそライオンとかでやったら大変ですよね、ね、大変な目に遭っちゃいますからね、そうそう。さあ、買い物は7時半。じゃあ大丈夫そうですね。いいですね。日曜日ですけど、空いてますね。どうなんでしょう。コロナの影響なんですかね。経済は。まあ、これはコロナの影響ですね、チケットを買って入ったらいいのかな。当分ないのかな。まあ、とりあえず、中は、配管はできるみたい。7時半から。入れるみたいなんで、まあ、混んでくる前にじっくり見ましょう。なんかはどれぐらい撮影していいのかな、聞いてみましょう。さてとね、チケット買ってきました。配管料は600円ということでね、あれなんですね、写真撮影ね、動画とかも撮って大丈夫ですよってことを確認できましたんでね、撮っていこうと思います。これね、結構広く撮ってありますよね。奥がね、チケット売り場で、でここでもぎりしてもらって入るって形なんですけど、やっぱしね、お客さん少ないですね。もうだって誰も映ってませんよね。そうなんです。これ東大寺ですからね。なるほど。例年に比べると少ない。まあ朝市っていうのもあるんですけど、でもちょっと例年よりもやはり少ないみたいですね。で、なんか聞こえてきますよね。朝なんで。させていただくことができました。
かし。さっきとすると改めて見るとやっぱり大きいですね。すごい立派です。で、そう、本体はね、徳大寺の前身でしょ。徳大寺にね、どうやってその銅を流し込んどったかっていうねところをね、どういう技法を使ってましたっけっていうね、質問をいただいたから今確認に答え合わせるために来てるわけですから、そしてもともと前身なのかってわけですよね。年代がすごいですね。ハングル表記はそのままなんだいいもんにしてるんですね。あのソウルにもね、あの同じ何代もって書くとかありますけど、あれ何でもでしたっけね、なんかそういうふうな感じですよね。まあ、特にそういうふうに書いてるわけでもないんですね。なるほど。いや、立派ですね。これは項目点数すごいですね。これ怖いですね。ああ、なるほど。やはり遠くのみが残っとったんですね。見てもね、威圧感がありますけど、この距離を見るとすごい凄まじい厳かさがありますね。ちょっと夜に見たら怖いな。先の山の子から持ってきてたんです。持ってきて、この模型がね。同じ50分ですけど、だから横幅が鎌倉の頃の方がだいぶ大きかったんですね。まあ、うちのチャンネルもね、あの沖縄の、ね、方3名もね登録いただいてますのでね、これが一つもう一体のもんね。やっぱりこの距離で見るとこうですね。めちゃくちゃすごいですね。あのくくり。絵画に関するね、なんか歴史の思い出かと思ったら、まさかの、なかなかな難題ですよ、これ。でも、あ、数学検定教科が取ったんだ。思いっきり、日本史の問題じゃなくて理系の問題でしたね。難題も取ったら、見学しました。これ、令和2年ってなってるところ、毎年書いてるんですね。そうですよ、すごい大きさですよね。で、夏山の重さは何トンでしょうか。めちゃくちゃここの説明からこれ引き出すのは相当難しいでしょう。ということで、つつがなく、お参りさせていただきました。困ったことに大仏の作り方に関しては何も記載がありませんでしたね。なんてことだ、どこかにあるでしょう。どこか探せばあるでしょうと思うので、頑張って探そうと思いますけど。いやー、だからね、ちょうどね、そのね、依頼をしてきたね、視聴者さんがね、ちょうどね、
ちょっと試験を受けるという話やったんでね、資格試験ですけどね、ちょうど試験のお守りやったんでね、試験の合格お守りやったんでね、それをとりあえずお土産に買ってと、なんてね、素晴らしいチャンネルでしょうね。自分で言わなきゃよかったか。で、あ、そうですね、あたりもね、チャラいミスもね、やはり今ちょっと止めてますね、お伊勢さんね、伊勢のね、この前言ってきた下空の方ね、豊臣大臣空の方ね、水がね、ね、被写を使わずにね、ハンズフリーでね、なんか渡れるようなね、構造に書いてありましたけど、ここはもう塞いでますね。その後は、こう出てくるのがって感じかな。さあ、出てきましたということでね、普通ならこの後、こっちの法華堂とか、二月堂とか、こっちの方どうでしょうね、向かっていく感じなのかな。さっきのところも気になりますけどね、まあ近そうです。こっちからくるっと回ってきましょう。こっちは将軍参道ですよね、多分ね。アショカピラー記念法堂、あ、花祭りのすごい大きさですね。花祭りというとお釈迦様の誕生日でしたっけね。これが面白いですからね。お寺の中にこう、ちょろちょろっと、たむき山八幡宮とかあるんですね。あ、こっちぷーといったものがいろいろあるみたいですね。よいしょ。にゃんこじゃないですか。にゃんこだ。ね、あれにゃんこだ。これもこっちですけどね。なるほど。これからここから暑くなってきたら、鉄分菌とか、食べたくなるでしょう。屋台作ってますね。絶賛収穫です。そこを、生なんかあるんですね。もう汗かいてきたな。ちょっと、何を買ってこうかな。暑いですよね。これしかせんべい売ってて。ディーヤフードってあるけど、ディーヤってのがあれなんですか？ディール？ディール？鹿なのかな？で、見てますね。なんや、お前は変わんのか。俺らちょっともう朝で腹減っとんのに、お前変わんのか。え、変わんのって感じで見てますよね。待ってますよ。各、まあ分かりやすく。ね。早く買って。飯をこすやと言わんかばかりのね、顔にも見えますよね。ごめんな。まだ売店やっとるのかな。もうなんかその気配がないですけど、今どうしてやってなってますね。おっ、さてかかった。いや、こんなもんか。完全に目が合ってましたけど、まあ、しかもタクシー慣れたもんですね。しかもタクシーそれはもう慣れたもんです。悲しいですよね。よいしょ。で、ホッケ堂、二月堂書いた方がいいかな。三月堂になってます。だいたいこういうの、あそこに四月堂って名前ですね。この辺りとかは、中は撮影禁止の場所もあるみたいなんで気をつけないといけませんね。でもここも、ちょっと今、なんだすくって、まあ今は止まってますけど、だいたいこういうところにあるので、この水は飲めますって書いてあるところ珍しいですよね。あ、ここ、あ、そうですね、被写は使いませんよってことなんですね。直
これ、ね、中の味噌をね、取るわけにもいきませんからね、直接取るんですけど、これはちょっと忘れがないと厳しいかもしれません。私で結構今ギリギリでしたね。よいしょ。2月堂。こういうところにも鹿が掘ってあるんですね。これいつのやつかわかりませんけど。奈良海陸物産商組合ってなってます。今までいうところの商工会みたいな感じですかね。また別なんでしょうか。どっちにしたってそうな歴史がありますよね。普通に右から書いてあります。そうでしょう。でもその頃からやはりね、鹿なんですね。ちょっとだいぶね、馴染んできてしまってますけど、多分鹿ですよね。なるほど。はあ、こっちはもう完全に鹿ですからね。こっちはもう完全に鹿ですよね。ね。永代、上等。いつ混入のやつか。書いてないな。セダカンティネットって書いてあるんですけど、取ってあるもんですけど、取ってないですね。取ったらダメってわけでもなさそうな、一応ちょっとしまっちゃったんで、こっちで取ってますけど、いろいろありますね。そこか、そこでそこですね。先にも前に咲いてる方が見えてますんでね、こっちから見てますけど、立派なやつですね、これ。元からこれはなんか初めからこうやって試着を使わずにって前提で作った感がありますよね。もしかしたら試着っていうのは結構途中からなんかもしれませんね。こっちの方が古そうですもんね。やっぱしすごいですね。この水飲めます。そうですね、飲んじゃおうかな。そうですね、上にもプラカットお客さんがありました。こんなところですもん。仏さんがありますよね。そうですね、上にもプラカットお客さんがありました。こんなところですもん。仏さんがありますよね。これはここにも本当に細かくいろいろいっぱいありますね。不動堂、あ、これ不動堂だな。すいません、登らずに来てしまいましたけど、ちなみにこれすっごい綺麗ですからね。よいしょ。こんな感じです。ちょっとガニ股になって歩いてますけど、まっすぐ行ったらコローンと転んでいきそうなぐらい急です。ね。あら、アシカさんいっぱいですね。この辺りはせんべい派じゃなくて牧草派なんでしょうかね。意外と派閥あったりしてですね。いやー、俺はせんべいなんか食えねえぜって。ちゃんとね、仕方るものをね、食物繊維取らないと食物、粗食動物なんだからさ、うちらは。みたいなね。派閥かもしれませんね。ここだったら水も飲めるしね。ということでね。お伊勢さんもそうなんですけどね。こういう大きいお寺さんっていうのは、いっぱい死者とかいろいろあるとか、まあ、八幡宮ですけどね。お寺の中にして八幡宮っていうのもまた、面白い。ここに奈良は、あるあるですからね。京都の方ってなんか分かれてるイメージですけど、奈良ってなんかね、こう、一食単になっとるって言ったら言い方悪いですかね。ってイメージがあります。那智山なんかもそうですよね。あそこもお寺と、あそこはツートップでね、お寺と、神社が一緒になってますけどね。那智のね、山は。ね。熊野三山ですんでね、熊野大社のね、三大社のうちの一つっていうのでね、ね、神社のイメージが強いと思うんですけど、実は那智山は、仏教でもね、大きな立派なお寺があるというね。滝綺麗でしたね。さあ、近すぎて橋まで入ってませんけど、高床式倉庫なんですかね。高床式になってますね。ちゃんとネズミが飼えるようになってますもんね。へえ。
これ降りたらさっきの道か。さっきのあのね、限定のね、あの御前寺っていうのが気になりますから、こっち降りてきましょうか。このままスーッと行くと多分奈良の町の方行くにはこっちの方が多分便利なんでしょうけどね。よいしょ、ちょっとあの橋のところみたいですけどね。よし、こっちは階段なんやな。さっきのとこはスロープやったけどね。昭和9年ってなってますもん ね。まだ昭和かって感じかもしれませんけど、ね、いやでも昭和9年ってもう80年以上前ですよね。86年ぐらい経ってるか。めちゃくちゃ経ってますね。よし、これでここまで戻ってきたと。で、先のね、ところ見ていきましょうよね。さっきの、あれ、ね、名前忘れましたけど。よかった、雨が当たらなかったで。降り出しの方に戻ってきた感じですよ。東大寺階段寺ね、千住観音寺と、ね、三日法要法。じゃあ大丈夫でしょう。ってことで行ってみましょう。長崎寺600円ね。はい。ね、ちょっとじゃあお参りさせて、ね、拝観させていただきましょう。まあまあ、あの段差ですね。はじめ、山ですが、仕方ありませんけど。はい、ということでね、お参りもさせていただきました。ああ、立派な像でした。ね、その、大きさっていうたらね、その、ね、ナイスとこ大事ですから、大仏さんというね、とんでもなくね、大きいものがね、ございますけど、でもね、なんか、あの、彫刻とかの造形がね、非常にね、素晴らしい。これはもう見るかけある。ね、間違いなく、素晴らしい。撮影がね、NG だったんでね、こちらの方、ちょっと撮影、写真とかありませんけど、ね、あの、ぜひね、あの、一度、ご覧いただいたら、いいんじゃないかなと思います。ね、軽く解説をね、ここにね、この写真をね、見る分にはいいと思いますけど、これね、結構ね、この写真だとね、あの、ね、この正面からのあれですけど、結構横からとかもね、あの、いろいろとね、あの、見れるようになってますんでね、結構ね、あの、立体的なね、その、細かい造形とかがね、すごくね、あの、しっかりと作られてるっていうのがね、これね、あの、本当にあの、ぐるーっとね、あの、真後ろの方にはいけませんけどね、あの、見せていただくことができました。他にもね、いろんな像がね、あの、鑑真です。お嬢ですね。ね、座ってるぞ。皆さんも多分歴史の教科書で見たことがあると思います。まあ、これを見たのは江戸時代に作られた模型の方らしいんですけど、まあ、それとももう300年か400年とか経ったわけですから、すごいですよね。300年、400年って言ったらね、下手すりゃ、中国だったら3つか4つくらい国でね、できては経営してますからね。まあ、清の前にだって、そうですね、中国、中華、民国、清、その前が明とか、ね、のところが4つぐらい行ってるか、すごいですね。まあ、これで、東大寺の境内、ね、こちら側の方行きましたし、今こっちの千住堂の方行きましたからね、これで、一通りになるかな。正蔵院というのはこの奥にあるんですね、さらに。ああ、もう一回。じゃあちょっとこっちからすると思って、最後にまたちょっと何代目の方から奈良公園の方とかも見ていきましょうか。せっかくこっちまで来てます。まだね、9時にはなってないのかな ?9 時にはなったかな、さすがに。9時どころかもう10時回ってましたね。まあまあいい時間でしたね。またちょっと天理の方も行かないといけませんからね。さあ、ちょっと待ってみて、お昼に、もう一回天理のね、大山と神社。大山と神社でね、通称、大山とさんっていうね、呼び方を、しておるとか、いないとか、ということです。あれかな?蕎麦所。どこが入り口で、どこが蕎麦所なんでしょう。
ここ？ここからなの？菊原さん。11時から16時頃やってるんですね。すごい。ここがちょっと高くなってるからね、余計ですけどね。頭の高さに屋根がありますからね。だいぶね、日差しも出てきましたけどね、ちょっと気をつけないといけないのがね、足元なんですよ。鹿がいっぱいいるじゃないですか。当然のごとくね、鹿の糞が追ってるわけなんですよ。で、普段ならね、これからっとしてるんでね、そんな気にしなくていいんですけどね。何せね、今回ね、雨が降った兼ね合いで水気を含んでおります。まあ、踏むとまあまあ、後々大変なことになりそうなんでね、ちょっとそれだけ気をつけながらということですね。さあ、だいぶ町の方に近づいてきたところですけど、大通り前来ましたけどね、なんかすごいですね。食べ物屋さんなんだと思って、ふとメニューを見たら、ランチが5000円と。で、ご住職は、月日、ホスト、いろんなメニューがございます。これはなかなかすごい。すごいです。これなかなか、高級なね、お料理が出てくるみたいですね。ちょっと値段見てね、最初ね、あ、ワンコイン、えんとね、思わず思ってしまったわけですけど、いやー、びっくりしました。あら、当たりました。こっちに、ここの駐車場がいくらなんかですよね。じゃあ、私、歩いた先の方に来ましたけど。それは近鉄の駅からはちょっと離れてるんですよね、ここ、あっちまで歩こうと思うとまあまあ大変なはずですよ。奈良公園はね、ちょうど近鉄と東大寺の間ぐらいですよね、奈良公園か。ですから多分奈良公園までぐらいは出たらあれでしょう。まあそこでいろいろあるでしょうし。で、見て戻ったらお昼ぐらいにまた天理に戻れるんじゃないでしょうか。どうでしょう。あちらに JR の駅はもっと遠いですからね。さらに、ずっと離れたところになりますんで。そう。そのあたりもね。そうね。ここでしょ。東大寺からずっと来たでしょ。何台もとこから。こっから。ごめん、歩くやろ。同じぐらいの距離歩けばいけるんか。まあまあ、全然歩いて大丈夫そうですね。大丈夫そうだ。うん。よし、じゃあちょっと頑張って歩いてみましょうか。よし。この前は何なんでしょうね。バスターミナルってなってますね。ターミナルなんだ。綺麗になりましたね。で、ここは料金いくらぐらいなんでしょうね。書いてない。1日1回1000円か。1000円か。ああ。だと変な話、バス乗ったってまだ向こうの方がお得ですね。バスが500円以上住んでたら多分200円ぐらいで行けるでしょ。ここからこんだけの距離ですね。いろいろ入ってるじゃないですか。レクチャーホール、授乳室なんかもできてるんですね。で、カフェのマークが入ってます。7時半から20時、もう空いてるのか。で、あ、予約バス専用ターミナル。あ、ただまだ観光バスの、ここが乗り降り場。バスターミナルって言ってもあれが観光バス用なのかな。路線バスって感じじゃないですよね。てか路線バスのターミナルの人は駅から離れすぎてますからね。まあ、名古屋駅みたいな例もありますけど、ね、名古屋駅、2つあるバスターミナルの間移動しようと思ったら相当大変ですからね。あ、臨時休業になってんだ。まだこの辺りは臨時休業の店があるんですね。はあ、そっか。お店さんもどうなんでしょうね。私が行った時はね、まだ県外移動ができなかった時なんてだいぶひどかったですけど、少しは戻ってきてるんでしょうか。あ、スタバのマークがある。
スタバをやってるみたいですね。お客さんも入ってますね。こっちも何ですか、本くずソフト。本くずソフト気になるじゃないですか。ヤマト茶、ヤマト茶じゃないですか、ヤマトじゃないですか、やっぱヤマトですからね。ちょっと気になりますね。気になっちゃいましたね。気になったらやっぱね、ちょっと食べないとね。よいしょ。本くずソフト、本くずソフト気になるじゃないですか。ヤマト茶、ヤマト茶じゃないですか、ヤマトじゃないですか、やっぱヤマトですからね。ちょっと気になりますね。気になっちゃいましたね。気になったらやっぱね、ちょっと食べないとね。買ってきましたよ。ミックスソフト、本くずソフトと抹茶ソフトとかのソフトですね。ついでにハンコもなんか、外人の人。太陽みたいなのがあるんですね。トム・アン・エミネー。じゃあ早速ちょっといただきましょう。こっちのなんかこの、くるくるしたやつがないんですね。まあこれもくるくるしてますけどね。こっちはちょっと売ってないみたいで、こっちはね、売ってたらしい。ちょっと食べましょう。あ、美味しい。うん。あ、美味しい。うん。これで見えます？うん。あ、思ったより体熱くなってましたね。歩き回ってますからね。いいですよ。うん。本くず？うん。ちょっと、ミックスにするとちょっと、抹茶が強いですけどね。あ、でも確かにバニラではないな。うん、本くずの方はかなりあっさりした感じですね。ベースはミルクソフトなのかな。うん、気をつけないといけないのか、ね、ここの甲の部分はね、鹿せんべいっぽいっちゃっぽいですからね。狙われないように気をつけないといけません。よし、またちょっと反動でソフトクリームをピタピタに飛ばしてしまいましたね。ちょっと見ても分かりにくいですけど、見た目では分かりにくいですけど、めちゃくちゃね、今ねベトベトしてるんですよね。めっちゃベトベトなんですよ。これちょっとどうにかしたいななんて言ってたら、だいぶ 広島じゃない、奈良のね中心地に近い方まで来ました。もうね、これはね近鉄の奈良駅、手前には平荘さんありますね。この動画でも、あれは八木駅を打った時かね、八木で買った柿の葉寿司が平荘さんの柿の葉でしたよね。大阪行っても売ってますからね、平荘さんの。普通に上本町の駅のところなんかでも、平荘さん入ってますからね。よいしょ、美味しいですよ、うん、そうそうそう。やっぱり近鉄の奈良駅。まあ、ここからね、こっちの方抜けてって前に一回紹介してますもんね。去年の年末に来てますよね。ああ、あれからいろんなことがありすぎましたからね。あ、田中さんの方ね。田中さんもね、美味しいですよ。田中さんはね、確かね、サバ鮭のタイとかもあるんですよね。そう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 。ちょっとね、変わり種のやつもあるんでね。田中さんも、大和西大寺行った時はまだ許可取り始める前か。そう、大和西大寺の駅の構内なんかにね、入っとってね。そう、西大寺の駅もまた面白いですからね。うん。ここまで来たんやったら一回ちょっと西大寺の方とか回ってもいいですけどね。あ、でも確かにちょっと人通り少ないですよね。うん。前来た時はすごかったですもんね。もう外人の方も含め。ぎゅうぎゅう詰めで、ここなんかもこう頑張ってガーッと開けながらこんな感じで撮ってましたもんね。うんうん。大仏ソフトクリームとかって言って金箔ねとかを撮ったりとか、ちょっと入ったとこもいろいろありますよ。晩秋の、あ、伊豆市ですね。ね、伊豆市のそらそばこんなとこにあるんですね。これね、出る石とか言って伊豆市。伊豆市は兵庫県、京都府、どっちだ。福知山の方からずっと入ってくんでね、なんか京都なイメージが強いんですけど、あそこはギリギリ兵庫に入るのかな。伊豆市かな、ありますよね。
そっか商業施設かどっか入って、えらいわな、モスバーガーですね。まあモスですからモスなんですけど、やっぱ昼に来るとまたイメージ変わりますというか、本当に取りやすい。そう、こういったね、さすがに商店街ですとね、腕が疲れるからこの角度で撮ってるとね、ちょっと怪しい人になっちゃいますからね、段差のところとか映せません。ですけどね、あ、これぐらいの水だったら、これここの辺りも撮ってもね、そこまで支障ないかもしれませんけど、その前に私の音が入らない。ひよかさんもしまっとるってか、もうこれは単純にあれか、まだ準備中、天気もあるんだね。あ、ちなみにね、こっちの方来ると大阪色が強くなるとね、いう話はなんかチラリチラリとしますけど、さっきも多分大阪のカップルなんでしょうね。カップルで奈良公園を歩いとる、ね、カップルがいまして、まあまあ日曜日ですが、それはおったっておかしくないわけなんですよ。でね、彼女さんの方がね、あ、鹿や、鹿やーって言ったらね、彼氏さんの方が、俺鹿苦手やねんって言い始めるというね、なんで来たんってね、彼女さんが突っ込んでましたけど、ほんまですよ。ほらほら、鹿やにーってね、鹿やにーとは言いませんけどね、鹿やでーってね、めっちゃ可愛いなーとかね、そんな感じでね、話しとったら、まさかの実話というね、おそらく奈良2個という時から別に言おうと思っとって言えずじまいだったんでしょうね。広島お好み焼きなんてあるんですね。ピッツァ350円からっていいじゃないですか。ピザね、それぐらいの値段から食えるといいですよね。まだ全然やってませんけどね。あ、でもこっちまで歩いてきたんやったら JR まで行っちゃうってのも手か。でね、実はさっきのね、言っとった天理のね、その大大和神社さん、電車でも行けるんですよね、 JR やったら。近鉄はね、全然ちょっと周りを通ってないんですけど、 JR やったらね、まあまあ近いところに駅があったはずなんですよ。ですので、相手電車で行くというのも手かもしれません。せっかくやから、ちょっと電車で行ってみましょうかね。おお、ピカチュウがいますね。なんかたまに見かけますよね、このピカチュウの自販機って。伊藤園なんや。へえ、こっちにもできたら。こっちはさすがにちょっと狙いしますよね。あ、でもここはそうでもない、24時間最大800円。あ、800円やったらそこまで高くもないですよね、こんだけ街の中ですから。お昼からちょっといっぱいいいですね。ドリンクに靴サンプルで600円からいいじゃないですか、ね、え、私は今日は車なんでね、飲めませんけど。あ、でもね、結構最近なんやかんやとこうやって撮りながらね、こうやってるわけじゃないですか。多少弊害は出てましてですね、職業病とでも言いましょうか、まあ一銭もお金入ってませんけど、あのね、何かするときにね、ずっとね、何か喋ってますね最近、こんな感じで結局動かしてる間に何かしらこうずっと喋っていかないといけないわけなんですよ。まあ喋らなかったところは喋らなかったところでね、別に切ればいいんですけど、なかなか取れ高っていう問題もありますし、特にね、駅間散歩みたいな感じで、ね、歩いてる場合はね、そう、あ、これあれか、近鉄の奈良駅から JR の奈良駅まで駅間散歩に使えるな。じゃあこれはね、そういう風にちょっとめっちゃ途中ですけどね、企画買いましょう。これ期間散歩ってことにしちゃいましょう、ね、一企画それでやっちゃいましょう。もうゆとりにつきますけどね、近鉄からこうやってやるの方にね、ガチャッともいろいろと
銅板小焼きホットケーキ。へえ。まあしかし温めて歩くとまあまあ本当 JR の奈良駅は離れてますよね。ガストンもありますし。ガストンもやってるかな。やってますよね、この時間やったら。あ、復帰した人おるで、何やかと思ったら民主さんやったんや。へえ。復帰でもあるんですね、この辺りは。それでもなんかイベントでもあるんでしょうかね。へえ。幸せ。そうですね。ここは6億円出てるんですね。あちこち出てますね。すごいですね。1億当たったりとかあるんですね。で、あ、なら駅はさらにこっちに行かないといけないんだ。ああ、弊害の話ね。いろんなの弊害が出てるかというと、要はこうやって何かしらのことをこう説明するのに、じゃあどうすればいいかって言ったら、目の前で起こったことをガーッと、ラジオじゃないですけどね、私の場合はね、自分が映ってませんから、こうラジオみたいな感じで何かしらこう実況しながらこういくような感じになるわけなんですよね。そうするとね、これがね、まんまね、別にカメラ回してない時でもね、やっちゃっとるみたいでね、結構ね、何か作業とかをするときにですね、いちいちずっとね、経緯を説明しながらですね、自分で、あれがこうでこうでこう、これがこうでか、あれってね、で、これを上に上げて、ああ、これ上に上げた、こっちに行かなきゃいいなとかね、そんなことをね、ずっと、そういうことのように、ずっとね、カメラ回ってなくてやっちゃうみたいでね。あとは、天理教みたいな音がしてますけど。ああ、やっぱ天理教だ。それね、そうそうそう。朝の5時半ぐらいから、そう。あ、5時半はもうまとか6時ぐらいでしたけどね、さっき天理市寄ってきた時にもね、音がしてましたし、まあ、なんなら今から JR やったらこれ立派な駅ですよ。だからね、そのそうなんですよ、近鉄でかね、でかくて有名ですけど、奈良のね、 JR だってね、あの奈良駅立派ですからね。こっちにもスタバがあるんですね。ああ。まあ、すぐ隣ですからね、天理は。まあ、ちなみに天理は天理で。ああ、でも JR でも天理駅あるか。うん。どっちが利用者多いんでしょうね。なら、天理館っていうのは。よいしょ。近鉄の天理駅はこの前来ましたよね。ただ、今回はその天理じゃなくて、なんて駅名だったっけな。駅名忘れた。天理駅のね、と桜井の間にね、駅があるんですよ。でね、その駅がね、なんて駅名やったかな、忘れた。そこに行けば、その大大和神社がすぐ近くということなんですよ。うん、そうね、奈良市はリニア中央新幹線ね、狙ってますからね。あ、イオンのスーパーマーケットが入ってる。あ、あれないから、イオンの ATM ないから、下ろしたいんだ、私。よし。ちょっとやっていこう。さてと、奈良市、観光案内とか出ましたね。あれですけどね。今 JR なんですけど、まあ、ですよね、東大寺からね、こっちの方からね。車止めたらこの辺りですよね。で、まあ、こう歩いてみてきて、戻ってきてと。で、こっちまで来とるという感じですね。で、北やからこっちね、南の、京馬店、あ、これが有名な京馬店ですね。そう。この桜井の方ね、こっちの方ね、ずっと行くと、行けるはずなんです。こっち行くと、あの、大和路線でそのまま大阪とかあっちの方にずっと行って、天王寺とかあっちの方に行くんですよね、確か。前日の先なんで、確かこの桜井方面のこっちのね、万葉は幻線、こっちにね、持っていけばね、いいはずなんですけどね、ちょっと今ね、
私は私で今ちょっと鼻血が出てきたもんで、今頑張って止血しながら対応してますけど、まあいつものことなんで、ね、やっぱしね、マスクつけてるとね、話の止まりが悪いんですよね。うん、湿度が高くなるからなんて思いますけど、で、まあ結構綺麗だったもんで、中のトイレも綺麗だったんでね、ね、まあちょっとお手洗いお借りして、まあね、買い物を買いましたしね。さあ、で、鴨方面とか行ったら、京都方面行っても飽きませんからね。大和寺快速西九条大阪方面なんか行ってますけど、長かだって来たって気もするけどな。ちなみにあれね、和歌山行くのと四日市行くのあんま変わらない。和歌山1610円で、四日市まで1690円なんですね。1690円で行けるんよね、片道。まあでも1690円やったら、あれか。そっか、次駅は使えるんだな。行こうかな。行こうかな、チャージして、あれですね。よいしょ。ハイターを確認しましたけど、どうもね、桜行きの方に、和歌山行きでも大丈夫みたいなんですよ。で、長柄って読むのかな、長柄かな。で、駅まで行けば、大丈夫みたいな。とりあえずこれ乗ってきましょう。よし、ちょうど電車着いちゃったな。次の電車ですね。さて、駅の上まで上がってきましたけど、今ちょうど電車も出てきますね。あれはどっちか、京都方面、そうですね、こっちが北で、こっちが南かな。で、京都方面がザーッと出てくる感じみたいですね。で、まあ折り返しの電車もあったりとかで、まあちょっと複雑ですね。和歌山行きあったりとか、大阪方面の大和寺快速がこっちのホームに来ることもあるみたいで、3面6線か。ね、まあ広い駅ですよ。まあさすが奈良の中心駅ね。奈良といえば近鉄王国と言われてますけど、いやいやいや、すごいじゃないか。それはレインボーにもなりますよね。なんか7色じゃないですか。これは何なんでしょうね。よいしょ。あ、ちょっとどっかで座ってね。あ、でも桜井行きが来る。あ、東駅始発なんや。やった。2両編成なんや。奈良始発で桜井行きってめちゃくちゃ短いですね。ご注意ください。電車が参ります。ご注意ください。じゃあせっかくなんで乗ってきましょうか。Your attention, please. A train will soon be arriving at track 1. For your safety, 次37分やもんな、ね。だいぶ時間が来ますからね。こっちから。あ、奈良行きになってますね。整理清掃員の方とかがおるんや。短い2両編成。作業一番前のドアから降りてください。降りるときはちょっと気をつけないといけませんね。さてと、ということでやってきましたよ。これでね、長良って呼ぶそうですね。長良駅ってところで。さあ、やってきました。そうそうそう、そんなこと言ってましたね。考えてみたら帰り道の途中でね、そんなの出てましたわ。駅名表で言うとね、結構、こんな感じでね、長良駅ってことでね、はい。隣は柳本ね、これはまだね、読めやすいですけど、これ、まあまあこの、
奈良天理館っていうのは読みにくい。これなんか、なんて読むやろうな。これ京橋は有名じゃないですか、ね、読みにくい難読駅名でね有名な京橋でしょ。これもこれで帯解けてなかなかですよね。でこれが一の本、ね、そうですね、一の本ですよね。なんかかなり変わったな。これも長野っていうのもなかなかだと思います。これなんて読むんですよね、なんて読むやろ。後でまた調べて出しておきますか。こんな読み方なんですってね。で長野駅と前にね、その大和神社ね来た時に車でねここら辺乗り付けてねちらっとね撮ったりはしてたんですよ。あの時はまだ国鉄車両が走ってましたけどね。さあということで、ここからもうここに書いてある通りでね、このまますぐと行くと、でさっき別の動画で出してます、大和さんとね結婚式とかカッコ借りとかって言ったのがこの辺りなんですよ。で、ですので、こっちから行くとね、こっちからね、スッて入れるね、道がありますよね。これでね、今日はね、このね、大和神社、大和さんね、行きたいと思います。何して、大和の名前の由来になってるようなね、神社もあるってことで、結構ゆかりもありますし、で、かつ、天理市ですからね、何して、天理教に関するね、いわゆる聖地巡礼になるような場所というのがあちこちにありますんでね、これまた、見どころでございます。蜂は飛んでます。一回来たことあるんで、さすがにここはね、すんなり行きます。なんでタバコ屋に学生がわーっと集まっとるかと思ったら、駄菓子かなんか売っとる感じなんかな。なるほど。ちょっと、マスク外させていただきますよ。さすがにきつい。よっしゃ。こんな感じね、単線でね。一面一線ね、まあ片道240円ですからね、これ全然電車で来るのもありっちゃありですね。行っちゃあれですけど、まあまあやっぱ運転しとると疲れますからね。はい、まあ、こっちの方で車止めて、ね、電車で行くっていう方のがいいかもしれませんけど、ただね、逆にね、規模がね、規模なんで、コインパーキングとかが多分ないさそうなんですよね。で、結構、盛り返しの電車も来ますからね。うん。そこまで、単線ですけど、本数が別に、ベランボに少ないとかってわけでもないんで、まあまあ、使い勝手は良さそうです。あ、ここ。ね、関係大社。これね、大大和神社ね、あ、でもこっちの動画では言ってないから、そうなんです。ね、普通打って、なんて言うの、このね、大きいにわと書いて、これ大体大和って読むんですけどね、この神社はこれで大大和って神社って言います。和の字一つで大和って読むんですね。通称はですね、お大和さんと呼ばれてるみたいですね。はい、なんか戦艦大和にゆかりがあるのかといったら、バリッバリになるところですんでね、そのあたり詳細はね、もうね、境内に入ったらね、いろいろと書いてありますので、紹介していきたいなと思います。メガネがね、どうしても水滴がついちゃうとね、いけませんもんね。まあ、それはカメラも一緒なんですけどね。さあ、まあ、戻ってきました。こんなところに戦没碑あるね。これか、なんか辰巳戦没碑、戦没碑がありますね。ちょっとお参りしていきましょうか。さあ、お参りしてきましたけどね、まあまあ歴史ですよね。明治4年ってなってますか。あ、じゃあ明治41年かね。そうですね、1月からすごいですね。歴史で言ったら、今から行くね、大大和神社さんは、かなり歴史のある、神社になりますんでね。なして、大和の国の大和のね、由来になっているようなね、神社ですから。
このね茂みがね、もうこの茂みがまるっとね、小大和さんになってくるはずですよ。小大和さんね、あのね、境内というかね、参道がめちゃくちゃ長くてですね、実は、またその説明しますけど、多分この先ぐらいに境内があるんですよ。でね、ぐーっとこれなんか森がずっと続いてるでしょ。あの先っぽが、あの別の動画で、あの結婚式挙げさせてもらってたところですね。はい。そうなんです。あそこに鳥居がね、映ってると思うんですけどね、この鳥居の場所からずーっとね、歩いてきたところにあるっていうのでね。まあ後で一回歩きますけどね。ちょっと日陰に入ると涼しい風が。あ、そこが境内だ。うん、そうだ。さすがにね、来たことあるんで、なんとなくわかります。なんかさせてもらいます。ちょっとぬかるんでますけどね。雨が降ってたんで。よいしょ。いいタイミングで来れました。こっちが、あそこか。はいはい。お？あ？なんかあざあざな、今。なんでしょう。さあ、ということで、ここに長田駅までこっち行って書いてありますけどね、500メートルだったんですね。この先ね、洗えるのかな。あ、いい言葉書いてますね。一線で何だった。あ、今日、やっぱり水はしばらくあれですね。うん、こちらの方は、はい、SA7 竹熊野さんと、大山とさん、山と木前でとか、地元だとそうなりますよね。ね、私らだとどうしてもね、1日参りって、1日もでも、1日もでは、一宮だったらどこもあるのか、ね、まあ、お伊勢参りかね、できるだけです。熊野はなかなか行きにくいですけどね。一回こっち、この企画でも行きたいですけどね。さあ、ということで、大山とさんで、よし。勝負場はこっちです。ね、じゃあ、ここ経由とかね、ありますよ。ちゃんとあります。ね、もう、あの、ここにも出てますよね。もう、千回の音、ゆかりの神社ということでね。当然、ゆかりのものがいろいろとありますのでね。それはまたちょっと、おいおいやっていきたいと思います。とりあえずね、中参拝していきましょう。こっちが本殿ですね。よいしょ。真ん中から、ね、端の方。中からもちょっと取ったらあかんと思いますので、ここら辺で見ときますけどね。残念。本当はね、ここに、ね、千回ヤマトのね、展示室があって、結構ね、いろんな資料がね、まあそれ、ヤマトミュージアムとかとはまた違いますけど、あの、結構、あの、オリジナルな、ね、資料があるんでね、結構ね、見応えあるんですけどね、すみません、残念ながら、やはりコロナウイルスの影響で、ちょっと透明休暇ってことで、またこれを改めてやっていきましょう。それは完全に閉まったわけではないですからね、まあまた落ち着いたらですけど、これ、まあ年単位でかかりそうですからね、まあそれまでの間に何回か来ると思います。まあ、あの、他の神社と違ってね、正直、天理市なんでね、三重県から来やすいんですよね。ここ本当に名阪国道からスッと降りたら来れますんでね、意外とね、お伊勢さんよりか近いっていうことはないですけど、お伊勢さんからとそんなに離れてるかって言ったらそんなに離れてないですよ。意外と名阪国道スッと伊勢道でずっと結構奥まで行かないといけませんからね、うん、電車で行くのやったらお伊勢さんの方がそれ断トツで楽です。ということで、まあいろいろとゆかりのね、ちょっと詰まってるところもあります。こんな感じでね、ここにちゃんと戦艦や、いや、大山神社、戦艦山とゆかりの神社ですと書いてあります。もうね、正真正銘ゆかりがありますということで、戦艦山とね、大山神社の古墳殿が祀られてます。これ有名なことですね。そうです。そう、あのね、よく出てくるあの、これとこれ大山神社。こういう漢字だけで書いてあることが多いんで、これで大和神社と呼んでしまってる方も多いかもしれません。これ大山神社なんですよと。これはまあ有名ですね。万葉集の、に、おやつに神々に公開安全の祈願に参加して、遣唐使が派遣されたとあります。で、それも、あの、万葉集のね、この時代から、あの、もう、あの、まさに公開安全のための、場所ということなんで、あの、本当に、あの、うってつきつけてあったわけなんですね。あの、戦艦山というね、その、ご分霊を祀るというね、万葉集会費ね、大山神社境内にて建立されていますという、いうことですね。で、昭和16年、大山と神社を描いた、堂本印象画伯作、戦艦大和守護神は、戦
が大和の館長室に掲げられていましたということでね、あのこの大和神社を書いてあるとか、それがね、あ、ここに書いてありますね。広島県江田島市の海上自衛隊第一実科学校教育参考官所蔵ってなってますけど、あの、ここね、うちのチャンネル行ってますから、あの、見てみてください。あの、概要欄に貼っときますんでね。あの、まあ、あの、この教育参考官の中は、あの、写真撮影ができないんですけど、他の場所はね、あの、いろいろ撮影ができます。それこそ戦艦ヤマトの主砲なんてのもね、出てます。多分主砲と同じぐらいの大きさあるんちゃうかな。ということでね、すごく、ありますけど、そろそろ行ったことありますよと。あのね、で、見てきました、このね、やつも。すごく立派なやつですよ。はい。で、ただね、結構ね、このね、大山と守護神のね、このね、に、たどり着くまでが大変ですんで、結構あの、明治のね、あの、幕末維新からのね、こう、日本海軍のね、あの、ゆかりがずらーっとありますんでね、勝海舟からこう始まってずーっとありますんでね、すごい見応えがあるんですけど、時間制限がありますんでね、実は見るのに、なかなか大変です。はい。まあ、それはまた、おいどいの配達として、で、隣の送電車に、最後のと共にした巡視車、2736は柱ね、御霊が祀られています。ということで、ね、あの、こちらの方に、あの、御霊が祀られているんです。はい。ということで、それ、ということです。あとで、ちょっとまた、お参りさせていただきましょう。ね。で、戦艦ヤマトの長さは、実はここなんですよね。最後に。戦艦ヤマトの長さは、実は、大山と神社の参道とほぼ同じ270メートルで、幅は参道の約5倍。まあ、幅は、あの、もっと、今のね、映しとった、あの、またこの後歩きますけどね、この270メートル。あれ多分270メートルって言われたら本当になりますけど、さっきのあの森から端から端ですからね。あの、そう考えるとすごい長い大きさが、あの、ちょっと、あの、ちょうどね、船をね、あの、外から見るとでかいじゃないですか。この前あの、護衛艦の蚊がね、見てきた時すごく大きかったじゃないですか、横から撮ったら。ね。あのスケールで、まあさらに高さもでかいのが、あの森の端のあの感じまであったってことですかね。それはそんでもないでかさだったんだと思います。さて、お守りも買ってきましたんでね。また別のリスナーさんですけどね。そうそうそう。ちょうどね、カンコレ好きのね、今イベントで絶賛、攻略中のやつね、やつですね、ちょうどね、ちょっとね、交通事故やら、ちょっとね、あった、方がおりましたんでね。ちょうどね、あの、戦艦ヤマトのね、あの、交通安全のね、お守りがありますんでね。これでね、大丈夫でしょうということでね、ちょっと、やつにやりましょうということでございますね、視聴者様ね。素晴らしいですね、本当に視聴者様にいろいろと、ね、こんなことをする。あの、リアルなやつしかできませんけどね、あの、リアルにあの人が集まってきた時にね、これとか言っても、ちょっと、ね、それは無理なんですし、難しいというか、不可能に近いことなんですけど、うん。ね、よいしょ。ちなみに、その210メートルね、どれぐらいかっていうのはね、わかりやすくするのにね、歩いていきましょう。ノーカットでとりあえずちょっと出しますよ。よいしょ。よいしょ。こっからか。まあ確かにね、その、お伊勢さんとか歩き慣れてますんでね、我々は。だいぶ、あの、そういうのに慣れてるんですけど、はい、まあまあね、歩いたら、いい距離でしょ。ヤマトさんは、ヤマトさんがなぜかそんなところで、やってますけど。あの、黒猫のヤマトさんね。またタイムリーなところにタイムリーな、いますね。あれ、そうやね、ヤマトさんやね。うんうん、やっぱちゃんと大和さんなんでしょうかね。ここまあ、郵便局も来ると思いますけど。うん、あそこ、先まで入りやんから、ここに、あ、クール便まで、キルドまでも来るじゃないですか。あらあら。もう、お中元始まってましたけど、まだですよね。お中元が20日ぐらいからですよね。どうなんですか。まあ、大変らしいですよ。なんか、ずーっと、聖母と中堅がずっと続いとるような感じっていうようなね、あの報告も受けております。
あの流通関係の方からね、複数社ね、結構知り合いがいますね。まあ言うても5年ぐらいね、あの郵便局やってた兼ね合いでね、まあそれなりにね、知ってる方もいますんでね、業界に。さあ、まあ、ただ普通に郵便局で働いとったらそんなにあの横のつながりってないですけどね、その部署でも横のつながりないぐらいですからね、あの縦割りなんですげえ会社の組織は。ましてやね、なかなか普通にやってると多分佐川さんとかそんなに整形することもないんですけど、まあうちの場合はね、結構なんやかんやでね、交流ができるようなエリアというかね、そうそう、もう入ってましたしね、と、まあまあ話もできる。綺麗なそこからここまでですからね。いやー、やっぱ、長いですよね。こんなところに、日清戦争の、地元の方々の記念碑があるんですね。そうですね、台湾とジャンとハートね、有名なあれですね。日本にはさらに公開した。下部屋が戻った。そう、なんか、大和職人が、中国です。測って、記念碑を建て、50年上の1000円が記録で仕事にと。そういう。なるほどね。こんなんもあるんですね。こちらですね、慰霊碑です。ありますね。すごいですね。帰りはこっちまで来てみましたし、買うものもね買いましたから、ぶらりともう一回長良駅までぶらりと歩いていきましょうか。隣の駅まで行こうと思うとちょっと大変なのかな。バスが走っとれば、バスで天理まで出て、天理でね、昼飯って言ってもありますよね。まあまあ、そろそろ昼飯の時間ですからね。さあ。こっちはこっちで、ちょっと道細いですからね。完全に感覚。そうなんですよね。前の道があまり広くないんですよね。幼少中制服。ちょっと陰服とかありますね。あ、文房具屋さんね。ちょっと風が出てきてしまったな。でかい亀がありますよ。でかいですね。しかみてきた後なんでね、まだ可愛い感じですけど、これと噛まれたら痛そうだな。昔はいっぱいありましたね。ナショナル産業、東芝シャープ、ダイキン、日立なんか、この辺りはまだありますけどね。どうしようかな。奈良まで戻って、天理駅前で電車って手もあるんですけどね。どうしようかな。さすがっすね。地元の方はすごいですね。この細さハイエースで一発で曲がるか。私無理ですからね。おっと。私絶対無理だ。出たところはね、ちょっと行かないと思うものはないですからね。もしくは近鉄まで歩いたらどうなんや、ここから。近鉄は遠いんですよね、確か。何せ反対方向にぐるーっと回ってって、平畑の方に行っちゃうじゃないですか。ですんでね。そう。パンをね、買おうと思って忘れてたんですよね。
これはなんだ、大和、あ、じゃ大池、池の記念碑でした。あ、まあ、全然大和さんには関係のないやつでしたね。よいしょ。なんだ今の、イタチか、イタチっぽかったな。はあ、いろいろ出ますね。どうぞ。あ、こんにちは。ちょっと風が出てきちゃいましたね、多分。これぐらい風があるとダーが行っちゃうかな。これでどう？簡易的な活用教員もつけてみたんですけど、ダメかな、ダメかもしれないな、これじゃ。ちょっとね、ファーがね、うまいこと合わなかったんですよね。買ってみたんですけど、あの風防、風よけ、あのふさふさしたやつね、まあ、あのピンマイクの方にもね、なんかね、そそらないもんでね、ダメだなということで、うん、ちょっと相性の悪いのを買ってしまいました。もう元からファーのついてるやつはね、1個買っといてもいいかもしれませんね。やっぱ外に出るとね、風の音っていうのがね、だいぶ入っちゃいますんでね、1回風の音が入っちゃうと難しいんですよね、消すのが。こんだけ散々喋ってますけど、本当この距離でマイク拾っとるんやろな。あ、電車が発車していく音がするぞ。しまった。あ、大丈夫だ。桜井方面だ。うん、だったら折り返し来ますね。お、にしてもあそこのタバコ屋さんは中学生大人気ですね。さっきから見るたびに中学生の子が出入りしてますね。あとあれなんですね、明治の牛乳を取っとる人がめちゃくちゃ多いなと思ってたんですけど、これよく見てみたらそこに明治の酪農さんが契約してる酪農さんいるんですね。さあ、でも多分折り返しが来るんで早めにバタッとほうがいいな。これ貧困家具になってからじゃ遅いですからね。さっきのね、あれやったらね、多分次の駅あたり折り返してる感じでしたからね。ちなみにタクシーはながらタクシーっていうんですね。あ、坂場さんもいますね。そりゃそうだ。ながらタクシーっていうんですね、こっちの。我々どうしてもながらっていうと、これね、長いに良いっていう字を書いてね、ながらって読みたくなってしまいますけど、こっちはこれでながらということでね。あ、そうだ、そういえば、私ね、あれ買ってあるんでね、ちょっと食べたいっちゃ食べたいんですよ。あ、スロープもあるか、スロープに登ろう。ちなみにこれは天理市のマークですね。天理教のマークじゃなくて、これで天理っていうね、花のマークですね。昔からこんなマークなんですよね。面白いですよね。あ、あとチャージしとこう。なんか言っとると来そうなんでね、パッと食べちゃうと思いますけどね。さっき寄ったね、スーパーでね、あの奈良駅のね、スーパーで、なんか落ちそうなのが起きたんですよ。ドリンクだけ買ってもらえるし、私の駅舎は結構買うんですけど、袋がないんでね、この辺りのね、管理が大変だと。いうのはあるんですけどね、美味しいじゃないですか、なんかね、コーンコロッケです。これがちょっと手で食えますね。ほとんどポテトが入ってないですね。
そういえばここは、あ、おいしくいただきました。ごちそうさまでした。時刻表ってどこにあるんでしょうね。あ、ちなみに改札がこれのね、改札でね、これピッとしたら入れますよ。もうピッとしてきましたけどね。まあ1時間2本。奈良方面も1時間2本。2本か。1時間2本か。まあその辺、やっぱし往復はないですね。朝一だけ難波行きなんてあるんですね。なんて、そうですね。JR の難波行きですよね。大地から快速ね。そっか、大地で折り返してそのまま難波の方に入ってくっていうのがあるんだって。天王寺じゃない、大地やから。大地はこっちやね。ってことは、これは、あ、奈良からそのまま大地の方に入ってっていう、そういうような、やつも走ってるんですね。JR の西日本もこっちの方に来るといろいろと複雑ですからね。特に大和路快速はね、そのまま大阪環状線行きってなってね、ぐるっと回ってこう入ったりとかね、いろいろとね、慣れてないと難しいところ多いんじゃないかなとは思います。大鳥ってところからなんか一個だけプルって出てるんですね。なんですかこれ。東羽衣。宝は、宝は紹介したことありましたね。うちのチャンネルでも。あの、大和高田と高田市駅の間を歩いてね、大和高田駅、近鉄のね、大和高田駅と、JR の高田駅と、で、高田市駅か、のこの 3点をトライアングルでね、歩くと、まあまあしんどかったよっていうね、動画でありましたね。JR の高田駅も、そこからちょっとね、一つ渡った先のところにね、ちょっと古い、あの、ですね、ちょうど高田市、ね、高田市駅からもちょっと離れてましたね。別の商店街になってましたっけ。ね、なかなか面白い作りでしたね。しかし、わっと、もうゆとりに来るかなとか思ってましたけど、来ませんね。次何分なんだ奈良方面は12時40分。ああ、もうすぐ来るわ。ね、よしよしよし。まあいいか。奈良まで直接行っちゃいましょうか。ね。さてとね、奈良まで戻ってきましたけどね、感じてるのに乗っててもしゃあないですからね。あ、でもそうか、ちゃんと接続しとるんやな。さあ、奈良に戻ってきたし、まあ飯食っ、今から国にいたらちょうどいいっしょ。なんか観光な感じになってますね。チャージは十分してあるで、通ってたら大丈夫でしょ。そっちが抜けるやんかな。こっちやな、はいはい、さあ飯どうしましょうね。さっきこっちから登ってきたら、こっち側ってなんかあんのかな。そんなにこっち側はないはずなんだよな。店はもういろいろ開いてるはずですけどね。ちょっとまあ最大限のことから向かって何かしらあると思いますけどね。まあいっそのこともクルルバー出してちょっと郊外で食べるっていうのも手なんですけどね。駅前でちょっとさっきとね、通りの筋を変えていろいろ見てみて、良さそうなとこあったら入ってもいいですね。そうや、そもそもどっから乗ってたらいいのか確認しとかんとあかんな。そもそも何な
どのバス停で降りたらいいんやろ。あのセレナ、セレナとかリーフ、スライドドアやから意外と寄りやすそうですね。さあ、あれ最寄りのバス停なんていうんやろな。グッと行ってガッと行った方やね。あかん、帳面見てもわからん。バス停一覧表みたいなんで、これでわかる？奈良町、近鉄奈良駅やろ。もっと行って東大寺大仏殿がここやろ。なんかこっからこっちの方に行くやつにならなあかんねやな。春日大社の方行ったらあかんねやな。市内循環バスやったらあかんねやな。はいはい、これはリムジンバスってなっとっちゃうよ。県庁前、県庁の方、県庁までやったらあかんもんな。うん、乗り場がいろいろあるから、いや分かんないけどですね。まあまあ仕方ない。まとまってる方ですよ。うん、ね、これか県庁通りだよ。違うな、じゃあ近鉄なら、違う、これじゃあかんねん。これやあかん。これは近鉄なら行きましょうかもんな。これじゃああかん。どれや。ここは一般乗降場なんですね。便利ですね。あ、一応動線がこう分かれとる感じか、大型のバスとね。うん、奈良、大阪、三重、ね、この辺りは早リニア帰っておいたけど、特に奈良と三重はね、結構リニアをね、待ち望んでいる声が多いところなんですよね。あ、いいや、トイレ借りとこう。もしかして私は大きな勘違いをしているか。これバスあると思っとったけど、あっちにバスないのか。いや、こっちにまだバスあるな。まあ、ギリギリにこれを進んできますね。奈良駅東。JR ってもう一つあるのか。あ、でも私自分はこっちかな。なるほどね、今確認してみたんですけど、なんか西口にも乗り場があって、そっちの方から出るみたいですね。確認してそっちの方から行こうかな。うどん屋、へえ。これよりセットなんかは見えますけど、そうですね、1時間600円で飲み放題ですね。こっちか、西口バス乗り場書いてありますね。はいはいはい。ちなみに確認したら、11番乗り場、あっちか。今工事っていうところに行ったらいいみたいです。今工事っていうところら辺に止めとったみたいですね。13時26分、あ、まあ10分くらいで来ますね。11時12は向こうなんや。こんな構造なんです。こっちはちょっと離れてるんですね。14、13、12、11、15、16、ここでね、ちょっと覚えとかんとちょっと迷そうですね。こういう時便利ですね、 Google さん。やっぱり便利です。乗り場まで回ってますからね。11番乗り場の方で回っとったらいいみたいです。この青山住宅っていうのでいいのかな。天外門、
般若寺方面、とにかく何でもお茶とか大安寺方面とかで、面白いですね。釜駅の方まで行けるんですね。これも近鉄なら経由していくんや。11番はこれか。春日大社鎧、これでぐるっと回って押し込み中のこの今工事、この辺りでいいみたいです。本数あるんですね。あ、でもちょっと逃すとまた20分とか待たなあかんで乗ってっちゃいましょう。はい、こっちの、あ、でも国見台でも行けるんや。へえ、あ、じゃあ5本あるんですね。もう10分に1本あるんや。へえ、じゃあそんな1本乗り遅れても大丈夫やな。うん、1本2本乗り遅れても大丈夫ですね。ちょっとじゃあ東側、東じゃない、西側か、ちょっと見てきますか。こんな感じか。さっきうどん屋さんあったらうどん屋でもええかな。こっちはなんかもう完全に郊外に車でちょっと移動しちゃうとって感じですよね。場所も分かったし軽く飯食いましょうか。今度ったらやめよう。さっきのところへんとかが。ヤマトうどんとかなんですけど、なんか気になるやつね。大仏なんじゃこれ。でけえな。さっき軽く食ったけどな。気になりますよね。やっぱ気になる。普通に天丼セットは美味しそうなんですけどね。どうしようかな。さあ食べてきましたよ。ということでね、あの気になっとった大仏うどんっていうのをいただいてきましたけど、いや、なかなかなボリュームでしたね。麺はね 1.5 玉、まあ確かにね、まあそれぐらいだったらいけるやろうと思って、まあトッピングもね、まあ天ぷらだしね、言うてサクサクといけるかなと思ったらね、いやでなかなか、卵も丸っと1個で天ぷらとかね、入ってますし、エビも丸っと1個で、ごぼ天じゃない、ちくわ天ね、ちくわ天ね、大きいのが入ってましたんで、これはね、見た目、これ写真でわかるかな、これ手のひらとか置いた方がわかりやすかったかもしれませんけどね、めちゃくちゃでかいですよ。横幅の面積が本当見た目すごかったですかね。一瞬来た瞬間におおって言ってしまいましたからね。さあ、あ、バスが来てる。あ、行っちゃった。まあ次で大丈夫ですよ。10分ぐらいでまた来るみたいなんでね。出てたかな。そうですね、13時48分が出てたんで、次来るのが14時、14時3分のこのこれで国見台、国見台8丁目駅、これ乗ったら良さそうなんで、これで行きましょう。じゃあ10分ぐらい、ちょっとローソンで飲み物でも買ってきましょうかね。よいしょ。あれですね、四日市と違ってちゃんと JR の方にもいっぱい来るんですね、航空自衛隊系。そう、 JR の四日市駅は全部近鉄でほぼほぼ終わっちゃいますんでね。 JR のターミナルはでかいのはでかいんですよ。これぐらいの規模はあるんですけど、もう、屋根も何もない、あ、一応屋根はあるかね、ですけど、そんなところですんでね。それに比べると本当に立派です。向こう側にも立派なのありましたかね、東口の方にも。でも5分もせずに来るはずなんだけど、ところでこれ行くか使えますよね、大丈夫ですよね。私当たり前のようにスッとチャージしてね持ってますけど、小銭結構なんやかんやって、お寺巡ってましたんでね、お賽銭で使っちゃいましたからね。やばいですよ。小銭しかあります、使いませんって言われたら、一応千円札を崩せるはずですけど、どうでしょう。こうして見てみると、やっぱし奈良の地名って変わった名前が多いですよね。これでいいかな。
階段に行くと、よし、さあパッと撮るのに携帯の方で撮ってますけど、ということで、ね、今工事まで乗ってきました。220円ね、で220円、片道220円で、でも目の前にほら駐車場、これ便利じゃないですか、はい、これは大成功ですね。これ700円やったらちょっとどうかなっていう値段になるところでしたけど、これね、じゃあここはあれか、ここはあれだ、土日700円のところですけど、もう一つ先か、あっちやな、あもう行くのって向かったんかな、特定日は900円なんやここね。まあその見方にもよりますよね、まあ、中心部しか見やんのにね、こっちの方かってもあれですけど、まあ私の場合は何やかんやってこうぐーっとね、ちょっと歩くエリアが広いですから、そうするとね中心部に止めてこっちの方までフラってね来てしまったら、中心部に止めてこっちの方まで来てしまったらまた戻っていかないといけないじゃないですか。結局これでバスに乗ってしまうにしたってね料金かかっちゃうじゃないですかね。そう考えたら、わさあ、ということでね、鶏肉の専門店、柏ですね、鶏肉の専門店ですね、あるんですね。大体こういうところはね、あ、惣菜、唐揚げかなんか取るかなと思ったら売ってましたね。ちょっと後でまた写真でこう出しておきますけど、これいいですね。桃焼きってなってましたね。唐揚げも売ってましたし、美味しそうでした。300円ね。うん、多分国産鶏オンリーでやってる感じですから、もう一つさっきまで来てよかったんや、そこにバス停あったんやな。あでもおかげでこれね取り替えました。鳥吉さんってなったら、あこれ読み方は一緒だよね、私が普段よく買いに行くあの鳥吉さんとね、これはよかった、いいの書いた、お PV 走らしとるや長くさて、生産だけしとかんと来ませんけど、途中でね、またね、食べてね、まあ、さっきの画像はまた、紹介したいと思います。多分、満切かどっかで、一休みはすると思いますんでね。はい、どうしようかな。ね、こっからやとね、結構微妙なんですよね。名阪国道の方に行くにしてもね。さあ、何番やったっけ。まあ、とりあえず払ってね、行きたいと思います。はい。ということでね、だいぶ走ってきました。で、結局今どこにおるかというとね、京都に来ております。奈良やから京都の方に向かっとるのかということでね、京都のね、これね、南山城村ってところでね、道の駅に来てるんですけど、すごい混んでてね、びっくりした。正直言ってね、そんな混んでねえだろうと思ってたんですけどね、こっちの方は。いや、なんか電車もわーっと出てますよ。もう駐車場満員、満車御礼ですよ。すごい、まあ綺麗なね、あのやつで、トイレもね綺麗だと思います。実は初めて来るんですよね私、でなんでこんなところにね、あのね奈良からね、その要は、四日市に帰ろうとしてるわけでしたよね。あんまりなんで京都なんか寄ってるのかというとね、実はねこれね、あの穴がちに全然間違ったルートじゃないんですよ。ってのはね、あの、またずちょっと後から書こうかな。これまあ奈良があるじゃないですか。まあ、普通に考えたらね、あの名阪国道に乗ってね、名阪国道で最後行き来た道ですよね。ずーっと乗ってて、四日市に帰る。これが一番違うと。新名神に行こうと思ったら、これ京都まで行かないといけませんから、京都まで行ってまたこう戻らないといけないから、大変やないかと思うかもしれませんけど、実はこれちょっとね、あの穴があって、まあ、奈良まで来てたじゃないですか。で、奈良の東大寺、だいぶ北の方なんですよね、奈良県でも。で、もうあの本当すぐに木津川っていう、木津川はね、京都府になるんですよね、もう。そうなんです。だから実は奈良県の中でも奈良市ってもう北の端っこの方なんですよ。うん。そうなんです。で、天理市はちょっと南の方にある。で、多分よく高速とかの概要図で見ると、こんな感じでこう東名阪が走っとって、名阪国道があると。
で新名神が上の方にくるっと分かれていくっていうようなイメージだと思うんだけど、実際にはね、この東名阪からこう名阪の方にスーッと入っていったら、名阪国道がまっすぐスーッと行っとるような感じじゃなくて、実は山添村とかそっちの方あたりからね、針の方に向かってスーッと下の方にぐわっと下ってるんですよね。実は地図でね、 Google マップなんかで見るとね、そこら辺よくわかりますけど、そうするとね、実は結構天理っていうのは南の方なんですよ。でさっきも電車でね、5駅ぐらいでしたっけ、 JR で、まあ2、30分かかるような距離ですよね。ってことは結構南に下ってるわけなんです。だから奈良から、いざ奈良の方に降りたりなんですが、そうするとまた天理の方までガーッと下ってこう上がっていかないといけない、結構大変。そうするとね、ちょうどいいのがね、このね、木津川っていうところ、京都から行くとね、実はこの名阪国道がこのぐわって下ってくるのと別で、真横の方にスーッってね、なってる道があるんです。これがね、この、国道163号線っていう、道なんですね。これはね、実はね、唯一、三重県から直接京都府に入れるね、国道ということで、ね、まあ、ちょっと マニアックっていうかあれなんですけど、実はその三重県ってのは京都府と直接接している。これあまり知られてなかったりするんですけどね、地元の人は知ってるんですけど、でその接している面、ほんとちょっとなんですけど、そのちょっとの面っていうのがまさにこの163号線で、でその、伊賀と面しているところがこの南山城村なんですよね、確か。そうそうそう、ってことでね、それでね、こっちの方から回って、こうするとね、結構、今ね、バイパスも出来上がっとったんでね、実は、行きにちょっと見つけまして、あ、もうバイパスが出来上がっとるわ、と。で、なんでバイパスで、スーッとちょっと気遣いの上の方に上がって、そのままね、そうするとバイパスからスーッと入ってね、この163号線のね、方に入ってこれるんで、実は、スーッと来れると。意外とね、名阪国道帰りね、天理の方からね、行こうと思うと、針のね、ね、来るときもぐーっと曲がってきまして、あそこね、ガーッとね、急カーブ登っておかないといけなかったりで、まあまあ大変なんですよね。そうなんです。なんでね、意外とこっちだと道中でね、まあ山道にはそこまで多いわけじゃないですけど、まあローソンがあったりとかしてね、一応ね、疲れたらちょっと休めるスポット、ここなんかもそうですよね、ありますんで、意外とね、こっちから行っても、時間的にはこっちの方が多分早くいいと思います。なら、あの辺りにおったらね、じゃあちょっとなんか見てきましょう。なんかめっちゃ混んでると思って、なんか西日本で1位になったんだ。へえ、なんか有名なソフトがあるみたいです。すごい行列ですね。おお、相手もすごいな。へえ、じゃあせっかくですから、また今日2本目の抹茶ソフトですけど、これはこれでちょっといただいた方がいいでしょう。すごいですね、買ってきましたけど、めっちゃ濃いな色が。ちょっと外に出ようかな。ちょっとね、食べるところもぎゅうぎゅう詰めだわ。すごい。よし、ちょっと食べます。じゃあいただきましょう。なんか黒蜜もかかシロップもかかってるんですね。すごいな。めちゃくちゃ混んでるな。で、どうなんやろ、なんか大阪の方から来てる人が多いのかな。聞いてると大阪の言葉がですね、京都というよりはね、あ、もうそこで撮ってるんだ。ちょっといただきましょう。おお、これは濃い、すごい濃い。うわお、あ、これは残りで、まあさっき食べたのがミックスっていうのもありますけど、まあ、色がね、なんか抹茶そのままちょっと軽く水に溶かしましたみたいな色ですよね。抹茶の飽和水容量を超えてる気がしますよ、これは。うん、はい。ちなみにね、値段はね、410円ってことで、まあまあね、いい値段なんですけどね。だからこれはね、あ、すごいわ。本当にね、なんか他のやつが抹茶風味のソフトだというなら、これは本当に抹茶にソフトクリーム大したかのようなね。うわ、うん、これはすごい、うん、うん、あれのもいろいろ出てるんですね。
リサイクルやってるんですね。平成28年10月にできたんですね。まあ新しいのは新しいんですけど、それにさて駐車場広いんですけどね、こんな感じでずらっとあって、ちょっとね、多分これ南山城村の中でもちょっと外れの方にはなってるはずなんですよ。本当はもうちょっとずっと先行ったところに、ま、村役場とかがあったりする集落があるはずなんですけどね。もう端っこの方までもうぎゅうぎゅう詰めですよ。これはすごい。確か三重県はもう村がなくなったんですよ。市長しかないんですよね。町はいますけど村はなくなった、愛知は、まあ、ある意味有名な村がありますよね。飛島村っていうね、あのむちゃくちゃ お金持ちの村なんでね。要は村なんですけど、村全部が完全に工業地帯のど真ん中っていうかねにあるもんで、とにかくあの法人税とかがすっげえ たくさん入ってくるっていうね。要するに村民は小中学生中学校の生まで医療費全部村負担で、で小学生は全員修学旅行がアメリカなんだったっけな、すっごい村があるんです。あ、ちなみにあそこに見えるのが月ヶ瀬駅だと思います。結構高いところにあるんですね。あれ JR の関西本線ですよね、の駅だったと思います、いや美味しくいただきました。ついでになんでしょう、 Wi-Fi も飛んでるみたいですね、なるほど、そりゃ皆さんねこの辺りでね Wi-Fi あのスマホいじってるわっていうね。あー美味しかった。であそこになんか村の特産品自販機みたいなのがあるんですよね。何なんでしょうこれ、これ何、やみやましい、それだけなんかちょっとへえ、これ専用のお茶があるんや、へえ、ちょっと買ってみましょうか。バスも来てるんだ。あれ、ああそう、お茶買いましたよ。ほら、こんなの。南山城のあれになってるんですね。作ってるのも、販売社か、南、株式会社、南山城京ってことで、株式会社、南山城、村の名前そのまま株式会社にしとるんや。で、京都府して、アイラ郡でいいんでしたっけ、これ。南山城村、ね、北岡田とのところが大昔、ね、地産地消ですよねということでね、買ってみましたよと。ちょっと後でいただきましょうかね。飲んでるサイズ、まあこれのサイズやったら飲みきれるか。今口の中思いきし抹茶味になってますからね、今の、まあいいか、飲んじゃいましょうか。こっちはねスキーとして飲み口ですね。美味しいお茶です。よかったよかった。まあ、地元のお茶を使ってるんですよね。もうそこでね、お茶買いましたよって。まあ、もう今の時期、今7月、まあもうこの時期でしたら2番茶も借り終わって、こんな後もう一回素刈りしてって感じですかね。そんな時期かな。もう素刈りも終わってそうかな。いや、まだっぽいな。ちょっとお茶の葉の形がちょっと違いますかね、こっちと。端っこの方とかあれ、機械入れるの怖そうやな。まあまあギリギリまで奪ってますもんね。多
分さすがに機械買ってると思いますけどね。機械だと思うけど、これ機械狩りの品種にしちゃちょっと木が低いよな。あ、そうなんですか。あの機械で狩る用の品種ってちょっと高めになるんですよね、機械で狩るから。で、聞いたことあるのは、あの手摘みのところっていうのは低くなるっていう、ね、ところで結構あの腰をかがんでやるようなあれになるみたいなこと聞いたことあるんですけど、いやでもさすがに今この量をね手摘みでやるってことまずないですから、ね、あの四日市も手摘みがないわけじゃないんですよ。あのハウス栽培であの1番茶よりも早い0番茶みたいなの出してるんですよね。あれはハウス栽培なんで機械入れれないんで、あれ手摘みでやってるらしいですけど、とかね、あの1番茶のちょっとあのデモンストレーションみたいなんでね、ね、あの夏も近づく88夜とかで歌いながらやるみたいなのを、あのね、ちょっとあの CTY なんかでね、あの取り上げられたりとかありましたけど、基本的にはもう、ね、99.99% 以上はね、もう機械で借りますから、はい、出ないとあの追いつかないです、すごい量来ますからね、ですから私もね、よくあの茶摘みしてましたよって言いますけど、実際には住んでないんですよね。あのどちらかというと、三重の場合はこれをね、この上にね、ネットをバーッと被せるんですよね。被せ茶っていうのを作りますんでね。こっちは被せないのかな？被せない代わりには、あ、いやでも、上にネットみたいなのはあるけど、上からこう、日差しを調整するように、ちょっと、テントみたいな感じでかける感じみたいですね。ですから、ね、四日市の場合は完全にお茶っ葉にかぶせるんですよね、ネットを。それでね、日の当たりを調節して、それで柔らかな味にするっていうんでね、逆に全くそういうのしないのがやめの方ですよね。やめの茶っていうのですんで、すごいすっきりした、キリッとしたね、飲み口になるのに対して、ね、この水沢のお茶ね、四日市とかの方のお茶は、まろやかになりますよっていうのがね、一つ、お茶の味の特徴になってまいります。お茶の話、こっから頑張って膨らましてますけどね、さあ、まあ美味しいお茶もいただいたところで、まあぼちぼち向かっていきましょうかね。よいしょ。まあ一休みはできましたけど、ね、甘いものも入りましたし、飲み物も冷たい飲み物も手に入りましたし、でこっからはね、あんまし離れてないですからね。まあとりあえずそんな感じで行きました。はい、ってことでね、さっきのところからね、全然立ってないです。さあ走っていくぞってね、ね、道の駅で休んだしさ、ここから一気に走っていくからねって言ってましたけどね、完全に電源撤回です。なんかね、10分ちょっとかな、20分も走ってないなくらい走ったところで、なんか温泉の案内が出てきたんですよね。さっき月ヶ瀬ってところで、ここがね島ヶ原、あ、これも伊賀市ですね。三重県にも入ってきます。すぐ三重県に入ってね、すぐのところに島ヶ原温泉破っちゃって、なんかね温泉らしいんですよ。もう疲れましたからね。ね、やっぱ運転して疲れてますし、まあ何やかんやって歩いてますからね。疲れましたね。これはもうね、潔く温泉入りましょう。温泉のマーク出たらね、入れないといけません。そのためにね、バスタオルとかね、常に車に積んであるわけですから、そうなんです。ね、こういう温泉があった時のためにね、いつも積んであるんですよ。今回もそれが行きましたね。まあもう結構混んでますね。で、これ山の中なのにって言ったら、あれですけど、すごい。せっかくなんで、じゃあちょっと行こうと思いますよ。まあちょっと中も混んでそうですけどね。よいしょ、はあ、バッテリーか、何これ、なんかゆるいしてたらな、バッテリーかっていうのがあるみたい。で、あれ走るんですね、EV カーですよね。すごい、3台もありますよ。時代の最盛代いってますね。すごいですね。ねえ、さあ、これでね、まあ、ここはさすがにですね、じゃあちょっとお風呂入っていきましょう。何時まで、何時まで書いてないな。あ、ポストか、1号ポストじゃないですか、ね、はあ、さあ、さて、グイッと一プラ開けてきましたけど、ここ響くな。えらい、エコーがかかっちゃいますけど、いや、
すっきりしました。三重交通も来てるんですね。送迎バスは15時まで55分、1時間かけてるんですよ。 JR からこう来れるんですね。で、まあ、こっちの方は案の定というか、あ、もう日曜祝日は運休ってことなんで、ちょっとこれはね気をつけないといけませんね。上野市駅の方に、ね、から直接来てるみたいですけど、まあまあ島かせでね、まあ JR がやっぱ無難になりそうですね。まあでもまあかなり本数は少ないですけど、関西本線がね来てるところですね。あれですし、温泉施設だけじゃなくてね、この奥にいろいろねパターゴルフ場とかね、いろいろとね、ほんとなんかすごいいろいろと、ちなみにね、なんかご予約の名前にね、山田ってあったんでね、あ、ここはもう、あ、誰かが俺のために用意しといてくれたんかなって、予約しといた山田ですけどなんて言い聞こうかと思いましたけどね、さすがにそれやめときました。はい、当たり前です。まあ山田多いですかね、こっちの方は。ここら辺もね、全部レピチブル有料化でね、地元に野菜とか売ってるみたいです。これは何なんでしょう、菓子工房だし、いけろ、こんにゃく工房、なんかよくこうね、伊賀の方に来るとこんにゃく作ってますね。うん、島ヶ原、名前もこんにゃく、あとあれですね、島ヶ原はあれなんですね、有名なもので、ハサメ図っていうね、お酢があるんですよね。あれってそうか、島ヶ原 でしたかとね、書いてありましたんで、ああ、そうかそうかと、いうところでね、なんか他にいっぱいあるのは反対側か。体験工房なんか、まあ、昼間やったらこうできるんでしょうね。奥さん連れとかでね、家族でね、こうね、いろんな、なんでしょう、こんにゃく作りとか体験できるのかな。あ、そう。でね、まあ、ちょっと明日、軽食コーナーと、こっちはね、レストランがあって、で、さらに宴会ができるような宴会場があってっていう、ずまあ、面白い作りなんですけどね。で、こっちの軽食コーナーのところにね、あれが、その、ハサメ図を使った、ハサメ図ソフトクリームではなくてね、あ、ちょっと行こうかなと思ったんですけど、さすがにね、ちょっとね、もうね、2連チャンで来てますしね、明日健康診断なんですよね。さすがにね、ちょっと健康診断前にね、ソフトクリーム3個はね、ちょっとね、いやいや、まずいぞ、ということで、ね、ちょっと今回はね、我慢した。動いてる。そうです。今回はちょっと我慢しました、ということでね。まあ、もうね、どうかな、と。またここをね、聞かせていただきたいと思います。先週はね、やっぱね、アルカリ性強い。なんか、伊賀の方に来ると、アルカリ性が強い、ぬめっとしたね、池田温泉みたいなね、まずちょっと匂いが独特でしたけどね、非常にいい温泉でした。すっきりしまして。で、ちょっと休憩所でね、軽く仮眠をとって、今、まあ、5時前、ですね。あ、ここは閉まっちゃったみたいですね。ということでね、まあ、またぼちぼち帰ってくると思うんですけどね、一つだけね、ちょっと困ったことがあって、まあ、こっちの方ね、地方に来たらあるあるっちゃあるあるなんですけど、言ってたじゃないですか、途中でね、ちょっと満喫なりでも入ってね、ちょっと休んでね、なんてこと考えてましたけどね、そうなんですよね、そもそも満喫ないんですよね、伊賀の方とか、しまったな、快活クラブもできてないですからね、いやー、参ったね。どうしようかな。とりあえず行けるところまで行きますかね。で、また亀山で休むのか。もう、こんなんだとりあえずね、四日市まで頑張って帰ってもいいんですけどね。どうしようかな。どうしようかなってところでございます。はい。ちなみにこんな感じね、園内マップ。さっき入っとったのはお湯ね、やぶちゃんよ、ここですけど。ね、結構広いでしょ。うわーって広くて。あちこ、オートキャンプ場とかもね、あるらしくて、今ね、オートキャンプやる人がね、なんか受付していってましたね。すごいですね。日曜日なんですけど、まだね、明日休みなのかな。結構、咲いてる、方も日曜日ですけど、いるみたいで。いや、人気でいいことです。ありがたいことです。ちなみにね、面白かったのがね、ここ、土日800円だったんですよ。平日は700円なのかな。みたいなんですけど、あのね、
タオルがついてくる。800円でこう、ファイスタオルがついてくる。あそこみたいにね、希望層、ね、まあ、8月からね、希望層さんは、そのフェイスタオルのサービスがなくなっちゃうんですけど、ここはそのフェイスタオルのサービスがやってまして、今でも、どんどん今後もやっていくということなんですけど、でね、どんなタオルなのかって言ったら、こんなタオルなんですよ。このタオルがね、ついてね、800円なんですよね。これはちゃんと破っちゃうよって書いてありますね。何お前、何持って帰ってきとるんやってね、言うところなんだけど、なんとね、これね、持って帰っていいらしいんですよ。ありがたい話ですね。ちょっと食いとこう。持ち帰り OK で、料金に含まれてますってことね。タオル代込みらしいんですよ。すごくありがたいですね。でもなんかね、だったらそんなにね、でもね、使ってる人少ないんですよね。なんでかなと思ったら、地元の常連さんはね、そんな毎日もらってもしゃあないですね、っていうことで。で、なんか、もらわんとなんかスタンプカールみたいなのがあるかな、ね、エコバッグのエコポイントみたいな感じ。なのか分かりませんけど、でもね、それがたまとなんか得意になるみたいなやつ買ったりとかあるみたいで、全然地元の人は、まあ、タオルなしでもいいよというね、いう感じで、ね、まあ、長い来る人はそれでいいし、まあね、一回しか来ない人はこれでね、土産になって、まあ、800円でね、ついてですから助かりますね。で、バスタオルもレンタルつけてもプラス100円ってことなんで、900円でいきますからね、これは、で、完全手ぶらでいきますから、これはかなりいいですね。はい。で、平日ともちょっと安いのか、100円安いのかな、みたいな感じなんでね。だとすごくいいサービスだな、ということですね。これはね、いいですよ。で、選手もね、非常に良かったですからね。はい。よいしょ。また来たいと思います。はい。